令和6年7月12日、防衛省は自衛隊員による特定秘密の不適切な取り扱いや潜水手当の不正受給などを受け、防衛事務次官や陸、海、空、自衛隊のトップを含む218人の処分を発表した。処分対象となった事案は、特定秘密漏洩、潜水手当、不正受給、不正喫食、内局幹部によるパワハラの4事案と、これらに関する幹部の指揮監督義務違反である。海自では、特定秘密保護法の違法運用が艦艇で広く常態化していることが防衛省の調査で分かり、イージス艦を含む海上自衛隊の艦艇などで安全保障に関わる特定秘密を取り扱う資格のない隊員に扱わせたり、知り得る状況下に置いたりしたとして、113人が停職や減給、戒告などの処分を受けた。坂井海上幕僚長は、指揮監督が不十分であったと認められ、特定秘密の保全管理体制が不適切であったことにより、防衛省、自衛隊に対する国民の信頼を失墜させたとして減給処分、その責めを受けて海上幕僚長を辞任した。海上幕僚幹部では、2名の海将補と3名の1等海佐が戒告処分、海洋観測艦若狭では、2等海佐以下4名の幹部が停職処分。護衛艦、瀬戸切では2等海佐以下、幹部2名が減給、停職処分。護衛艦あけぼのでも、2等海佐が戒告処分を受けた。この3件の艦艇の処分は、適正評価未実施の隊員に、特定秘密を取り扱わせた事案で、それ以外に、適正評価未実施の隊員を特定秘密を知り得る状態に置いた事案が35件あった。もちろん、特定秘密を取り扱う業務に従事させておらず、特定秘密情報を目の当たりにしないよう保全措置を実施していた。しかし、特定秘密保護法上の漏洩には、秘密事項を相手方に領地させることのみならず、知り得る状態に置いたことも含まれる。護衛艦、あけぼののケースでは、海賊対処行動中にミサイル関連情報を入手、大型スクリーンに特定秘密を表示、部下、隊員の生存の危機に、適正評価未実施の隊員1名が CIC にいたというものである。これらの事例に共通する要因は、海上自衛隊の慢性的人手不足であることが指摘されている。潜水手当をめぐる不正受給疑惑で、海自は潜水艦救難艦、千早と千代田に所属する潜水士の大半が、過大な手当を受け取っていたことを明らかにした。宮古島沖、陸自ヘリ、航空事故では、潜水艦救難艦千早潜水員が、海底に沈むヘリの中に陸自隊員を発見、救助に当たったことでも知られる。海自によると、不正があったのは、飽和潜水、の訓練に伴う手当、不正受給は、主に、架空の潜水訓練を実施したと装ったり、潜水時間を水増ししたりする手口で行われた。手当は潜水する深さに応じて金額が変わり、実際の水深より深く潜ったように偽って受け取ったケースもあった。処分された潜水士は、千早、千代田合わせて74名と大量、うち、11名が懲戒免職という厳しい処分となった。海自は、潜水業務に関わる他の隊員にまで調査対象を広げて調べているといい、掃海任務を担当する艦艇が対象となると思われる。基地の食堂などで、食事の無料支給の対象者ではないのに、代金を支払わずに飲食したとして、22人が公認、停職、戒告の処分となった。最も悪質なケースでは、921食、約30万円相当を不正に無料飲食していたという。7月12日の臨時会見で、坂井海上幕僚長は、隊員の教育や部隊の組織管理を負っているにもかかわらず、それを果たし得なかった、責任を問われるのは当然ですと述べた。秘密を扱える人は必要最小限に留める、という法の趣旨に従って運用をしたことが、狭い艦艇内に秘密を扱える隊員と、扱えない隊員とが混在する部隊の歪みにつながった、と語った。その上で、
今後は特定秘密がある。戦闘指揮所などに立ち入る隊員は全員、適正評価を必須とするとした。不祥事が相次いでいる原因として、開示の組織文化を挙げた。不正に気づいても、見て見ぬふり、なあなあの体制が一部残っているのではないか。組織として、不正は見逃さない体制に見直していく必要がある、と語った。木原稔防衛大臣は、防衛省、自衛隊の不適切事案にかかる防衛大臣から隊員へのメッセージ、と題して、隊員に向けて自衛官たる姿勢を問いかけた。また、私はいかなる時でも皆さんと共にある。こうした事案については真摯に受け止め、信頼回復に取り組むと述べた。